あった。この黄色いバッグが例のスカジャンが入ってるってやつだな。ん？なんで？なんでスカジャンだけねえんだよ。お兄さん一杯おっぱいどうすか。また？なあ。もうさっきもさキャッチされたんだけど。いつもここでキャッチしてんの？そうだよ。おっぱいを売るのが僕の仕事ですから。さっきあったな。誰か怪しいやつ来なかったばっか漁ってるやつ。ホームレスとかじゃないの？やっぱそうじゃん。あ、ゴミならホームレスがよく漁ってんな。毎晩この辺りうろうろしてるよ。マジか、めんどくさ。めっちゃ金取られんじゃないの？あ、ちょっと、おっぱいは？もういいって。でかいのも小さいのもあるよ。もういいって。もう散々キャッチ受けたんだよ、さっき。思ったら結構近いな。あれか。後ろ向きの。おい、スカジャンを返せ。先生、ちょっといいですかね。それでしょ。今着てるやつだろ、絶対。そのスカジャン拾ったものでしょ。大事なもんなんで返してくれません？ダメだ、こいつはもう折れんだ。お前のもんではねえだろ。捨ててあったの俺が再利用してやってんだよ。リサイクルだよ。社会貢献してんだよ。返せって言われたら、ねえ、返した方がいいと思いますけど。じゃあこの寒空の下、身ぐるみ剥がす気か？俺に死ねってのか？別にそういうわけじゃないけどさ。なんか代わりになんかボロボロの服やるからさ。ダメかな？あったかくて気に入ってんだ。誰がやるもんか。そっぽ向いちゃったよ。服はあんだけどな。ボロボロの服。なんとか返してもらいたいがどうしたもんかな。服買ってくる？なんかボロボロの。おい、ボロボロの服いらんか。このスカジャン大事なもんなんです。返してよ。断る。この下はな、一枚しか着てねえんだ。脱いじまったら今夜死ぬだろ。お前俺に死ねってのかよ。いや違くてさ、俺のボロボロの服やるから。あっち行け、この追いはぎが。追いはぎオバリだよ。あ、代わりの服、持ってますけどね。ブラム様の服とかあるよ。ダメ？汚れた服、張り込みスタイル、作業服いっぱいあるけど。ダメか。買ってくるか、じゃあ。ん？いや、最高だったね。ここの鬼盛りチャーシュー。え？え、ここ九州一番屋じゃなかったっけ？まさか、新しいメニューを。あの柔らかくてコクのあるチャーシュー。きっと砂糖が特別なんだな。そうだよ。九州一番屋はチャーシューがね、うめえんだよ。さすが何が入ってるかまでわかんの？当たり前だろ。さて、SNS に写真アップしないと。これならたくさんいいねがつくね。きたー。店長やったな。入ってんの蜂蜜。そうだね、砂糖じゃなかったね。店長。店長やったんだね。いらっしゃいませ。店長。ついに新メニューが映える。名付けて鬼盛りチャーシューラーメン。食べ残し厳禁の超大盛りラーメンだぜ。へえ。鬼盛りチャーシューラーメンで。そんな人来るかな。まあ写真ばっか撮ってて、なかなか食べてくれないのイラッとするけどな。まあラーメンだからね、伸びるから、やめてほしいよな。八神さんのおかげだぜ、ありがとな。まあでも人来てくれんならね、まあいいよね。嬉しいこと言ってくれんね。よかったら、八神さんも鬼盛り食ってってよ。新メニューに鬼盛りチャーシューラーメンが。食べようぜ。買い物をする前に。いらっしゃいませ。どれだ？鬼盛りチャーシューラーメン。お、これか。うわ、うわ、うわ。俺が思った以上にチャーシュー乗ってる。胃もたれそう。豪快にトッピングされたチャーシューがインパクト十分のラーメン。お残し厳禁。残し厳禁か。これ残すやついそうだけどな。こりゃうまい。二郎系ラーメンみたいなもんだもんな。ありがとうございました。また来るよ店長。多分うまかったぜ。猫だ。猫と見つめ合ってる。
お、これでこう、そうだよね、だからあと1匹なんかいるって言ってたもんね。この子の飼い主さんですか？いや近くて探してるんですけど、実は世話してる人の知り合いで、とっても可愛い子だったので、うちでお世話できないかな。ちょっと勝手に探している方がいるなら無理ですかね。え、でもさ、別に猫宮さんが飼ってるわけじゃないからいいんじゃないの？相談すればさ、喜んで引き受けてくれそうだけどね。飼ってもいいよって。猫宮さん見つけてくれましたか？世話というか、飼いたい人がいるらしいんだよ。こちらの方がこの子を引き取りたいと。いいですね、ぜひ迎えてください。軽っ。ノリが軽くね。取れなくなっちゃいますけど、寂しいですけど、家族として迎えてくれる人がいるなら。まあそうだよな、野良猫よりはな。本当に猫が好きなんですね。ええ、たとえ嫌われたって愛してる。それが本物の愛ということ、本当の愛というものです。そうか、猫ミャーさん誰？そのハンドルネームを知ってるってことは、まさか僕の SNS の読者ですか？なんかそういえば、なんかインターネットに載せてるとか言ってたな、猫ミャーさん。そうですか、嬉しいな。本物も猫ちゃんみたいで素敵な方なんですね。え？そうか？全然猫っぽくないけど。もしよかったらお茶でもいかがですか？猫宮さんと猫ちゃんたちについて語り合いたかったんです。まあ、猫好き同士いいんじゃないですかね。僕なんかでよければぜひ。僕はこの人とお茶してきますね。どうぞご勝手に。ああ、行っちゃったよ。てか猫連れて行きながらお茶はできないだろ。どうすんだよ。やっと街の評判がさらに上がっている。結構フレンドも増えてきたな、友達。お前らとは友達になれなさそうだけど。ドン・キホーテじゃないの？ル・マルシェではないだろ。あった、防寒着、これだな。いや、買ってやるよ、しょうがねえから。ありがとうございました。5000円だぜ、結構高いよ。5000円払う価値は果たしてあったんだろうかな。おっさん、買ってきたぞ。お前のためにわざわざ防寒着を。あの、おじさん、返してよ。こんなあったかい5000円の防寒着だよ。絶対あったかいっすよ。スカジャンなんかよりくくれんのか。嬉しそう。その代わりあんたとスカジャンと交換だ。よし、交換完了。スカジャンを返してもらったからな。もしもし。スカジャン払うために5000円払ってっからね。5万円の給料ともう差し引きになっちゃうよ、もう。ヤガミさん、見つけ出すなんてすごいっすね。諦めかけたのに。だろ？あれでもなんか臭くないっすかこれ。いやー、ちょっと出どころは言えないんだけど、やっぱ、ね、あまり綺麗とは言えないとこなんでね、クリーニング出しといた方がいいっす。持ってきたんでいいじゃないですか。もうなくさないようにしてくださいね。そうだよ、結果オーライよ。なんか気になるっすけど。わかりました、ありがとうございました。そうだよ、気にしないことが大切ですよ。知らぬが仏ってやつだな。よし、サブイベントこれで全部終わりだな。とりあえず今できることは、じゃあもう今度こそメインストーリーの八神探偵事務所に戻ろう。もう八神探偵事務所帰るの超久しぶりだからね。もうメインストーリーも進めなさすぎて何やってたか思い出せないわ。いや久しぶり、たく、あ、ちょっと待った、鍵を開けて、これでよし。キムさんからのね、宅配物がね、結構来てた気がするんだよな。何回かね、あの、なんだっけ、そう、京浜同盟の
やつらを倒してたんすよ。なんか変なビー玉みたいなやつだけど、何に使うんだろうなこれ。もしもし、誰？八神さん、あの沙織さん。珍しいな沙織さん、どうかした？沙織さん、なんだ、何の用ですか？新谷先生がずっと電話に出ないんです。やばいね。今日八神さんと話して事務所を出たきり。だって新谷さんに忠告してからもう何日も経ってるからね。教令会に狙われてるかもしれないんですよね。ほぼ確実だと思うけど。少し脅かしすぎたかもな。あの、本当か？八神さんからも電話してみてもらえませんか？絶対出ねえだろ。新谷先生、私からだと出てくれなくて。いや、俺からだとより出ないだろ。出るって人でもないけど。まあでも分かった、電話してみるよ。絶対出ないと思うけどな。だってめちゃ嫌ってるもん。電話あんの、ここに。なんか見せしめかなんかで置いてきたのかな。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、俺すごい嫌な予感するんだけど。え、やだよ。ちょっと新谷先生、新谷先生、ちょ、嫌っすよ。新谷です。あ、新谷先生、今どこにいる？現在法律事務所のエースとして、新谷先生、この新谷正道にお任せよ。ちょっと新谷、だから言ったやん。メッセージをどうぞ。いや、どうぞじゃないんだよ。うわ、マジか、やられたな。うわ、悲しい。ちょっとさすがに東条会を標的とした教令会の銃声、神室町は混迷の度合いを深めていく。誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという単純な図式だが、その陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして八神のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。チャプター5、ハクチューム。うわ、ちょっと新谷先生めぐられたの悲しいわ、さすがに。プラなんでもやりすぎだぜ。 どういうことです？いや、もう新谷先生が。でも八神さん、さっきは大丈夫だって。全然大丈夫じゃなかったよ。俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ犯人はモグラだと思う。またこれを八神探偵事務所に送ってのかな。警察に通報は？本当に性格が悪いよな。いや、これから。じゃあまず通報した方がいいです。それから通報は沙織さんの方で頼む。下手したらやばいからね。俺は疑われる。警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。ああ、そうね。頼むよ。証拠がいくつか見つかればいいけど。よろしく。いや、にしてもえぐいな。新谷先生。やっぱ目だよな。えぐられてるよね。あとなんかあるか？靴？違うか。なんだ？なんか撃たれた跡ない？刺されたのかな？あ、撃たれたのか。なんで銃なんだろう？さっき新谷に電話した時着信音が聞こえてきたから部屋に、うん、着信音を頼り、新谷のスマホを見つけられるかもしれない。お、着信音が鳴ってますね。
ポケットかな。怪しいな。ありましたね。よーし、よかった、見つかって。身体のスマホ通話履歴が見れそうだ。うん、やっぱ会話してたんじゃね。頭と、電話履歴はほとんど源田法律事務所か。そうか。最後の通発信履歴は違う番号、050なんたらかんたら。050誰だろう。早っ来んの早いな。あれ、もしかして黒岩さん。法律事務所から通報を受けてきた。あ、どうもどうも。いきなりあんたが来るとはね、黒岩刑事。黒岩さん、なんとかしてよ。新谷弁護士か。ええ、よく知ってるよ。羽村を無罪にした凄腕だからな。根に持ってるそうか、お前それが妬ましかったんじゃないか。ほら、やっぱ人のせいにされる。被害者とはもともと不仲だったってなるほど、挨拶代わりに人を犯人扱いか。そうだよ、証拠ねえだろ。刑事はやっぱり違うな。これから鑑識を入れる。ああ、お前には住居人として立ち会ってもらうぞ。その後ここは立ち入り禁止だ。おい、どこで寝るってんだよ。少なくとも今夜はよそで寝床探せ。おい、そんな金ないんだけど。寝床代ぐらい出してくれよ。汚職警官に払ってる金があんだろ。バレてる。綾部の情報はガセも多いぞ。何の話です。お前警察なめんな。おわ、黒岩さん結構貫禄あるな。ああ、さっきまで警察の捜査に立ち会ってて。源田先生はまだ事務所に？ええ、八神さんから新谷先生の話を聞きたいって。あんまないけどね。私も同じです。星野君も。分かってる、今からそっちに行くから。じゃあまた後で。新谷ね、先生はかわいそうだよな。せっかく無罪取れてさ、弁護士人生まっしぐらって感じだったのに。ほんと一瞬だったからね、弁護士人生が花びらなのは。え、なんか四つ葉のクローバーもらった。ハッピーを呼び寄せるのはスマイルが一番。今日もバーガーを食べて一緒にスマイル。よかったら食べてってくださいね。何だったんだよ。いらっしゃいませ。なんだよ、あの四つ葉のクローバーは。ありがとうございました。これか。幸運をもたらすと言われる珍しいクローバー。何かの素材。素材葉っぱを素材にする気ですか。どういうことなんだろう。いや、いつものメンツが一人減っちゃった。悲しいな。なんか先生大変だったな、八神。申し訳ないね。疲れてるとこ悪いがよ、新谷のことを話してくれるか。源田先生もなんか悲しそうだもん。新谷先生と連絡が取れないって言ってたね。沙織さんからそう聞いたんで電話をかけてみました。その着信音がうちのクローゼットの中から聞こえてきたんです。めちゃめちゃホラーだよな。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を。ええ、えぐられてた。まあモグラの正体なんか教えてもらってたらしいからね。モグラにやられるなんてな。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。おっ
どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。あれが最後のセリフだなんてな。あの人は何か俺も知らないモグラの情報を持ってた。多分羽村からの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。恐ろしいわね。モグラが新谷先生を矢上さんの事務所で発見させた理由は何でしょう。これ以上探るなっていう圧力じゃないですかね。奴を追っている俺への嫌がらせか脅しその両方かも。矢上。はい。何ですか。お前しばらくおとなしくしてろ。かなりヤバいんじゃねえか。ヤバいとは思うよ。なんだか少し町を出てた方がいい。まあ確かに。お前までモグラに狙われたら。源田先生も悲しいよな。先生の言う通りにします。俺は新谷が駆け出しの頃から見てきた。あいつ頭が良くてよ、俺なんかより何でも要領が良かった。ただいざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りも良い。それでもずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。遠田先生が不憫でならないな。に来た時、弁護士のいろはを仕込んでくれたのも新谷先生です。頼れる先輩でした。報告ありがとな、矢上。沙織君、今日も帰ろう。駅まで送る。はい。ちょっと老人の悲しそうな顔はきついですよ。お前今夜ここで寝てったらいい。え助かります。ベッドないでしょ。星野君は？またソファーかよ。僕はもう少しやってから帰りますんで。そっか。じゃあお先。おやすみなさい、遠田先生。うわ、かわいそう、源田先生。この事務所矢上さんの自由に使っていいですから。自由に使ってもな。もともと僕の方が新参者ですし、鍵も渡しておきますね。ああ、ありがとう。休むっつってもこれしかなくない？ベッドあんのかな。ちょっとだけ話させてもらっていいですか。何の。別にいいけどさ、話を。ああ、話って。ええ、新谷先生の件なんですけど。矢上さん、さっき言ってましたよね、源田先生にしばらくおとなしくしてるって。するしかないでしょ。でも本当はモグラを大きでいるんじゃ。いや、やりそうだけどね。源田先生には黙ってます。ただその代わり、うん、僕もいいですか。なんで一緒にモグラを追いかけても。やめた方がいいよ、星野君。矢上さんたちの足は引っ張りません。だから。もしかして、いや、新谷の敵打つため。いや、ちょっと源田先生のさ、こと考えてあげてよ。いつも自分に自信がないのを虚勢で隠して、分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない。あ、そうだろうね。ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに、何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で、自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのか、それとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。まあ気持ちはわかるけどさ。いいのか。源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください、自分の弁護は自分でできますから。そうじゃないんだけど。だから矢上さん、いいですか。いや、星野くんまで目えぐられたらさ、源田先生がマジでかわいそうだもん。OK しないと源田先生にチクるんだろう。
ええ、申し訳ないですけど。拒否権なし。よし、わかった。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。喜んで。なんかノリノリだけどさ。殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。確かにね。で、そいつがわかるかもしれない証拠があるんだ。生前の新谷がどんな行動してたか、手がかりになりそうな証拠。携帯ですか？携帯だよね。今日なんか電話番号一つ知らないのあったもんね。これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね。犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて。わざとじゃないの？こうやって通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない。スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。あ、そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え、まあそれ以外で電話残す必要ないよな。死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかった。とか。逆に携帯なかったら、さっきの電話番号、しばらく死体放置ってことになるから怖いよな。先端創薬開発センター。なんだそこ。そこの代表番号ですね。なんでそんなとこと。知ってる場所ですか。3年前、その創薬センターで殺人があった。入院中の患者がそこで殺されて山に捨てられたんだ。え、結構えぐいし。そして捕まった犯人が大久保新平。あいつやねえか。大久保って。俺が弁護したやつじゃねえか。あ、八神さんが弁護した。あの、ろくでなしじゃん。大久保新平は創薬センターに出入りするリネン業者で、タオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で、回収したシーツごと死体を運び出したとされてた。そうでしたね。その裁判でよく無罪にできたな。無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を。誰と話そうとしたんですか。新谷先生が連絡してたのか。それはセンターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野くんも帰りな。お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めます。そうだな。とりあえず新薬センター、ここだと源田先生に連絡とかじゃないかな。神室町のシャルルってまたかよ。まずはそこをアジトに。何勝手にアジトにしてんの。東さんは海藤さんには僕から連絡した。許可取ってないでしょ。助かるよ。じゃあ明日またシャルルで。東がかわいそう。東不憫すぎるだろ。また勝手にさ、変なやつ来たよってなるじゃん。かわいそう。でまたソファーだし。ソファー以外の寝方を知らないんですかね。